どうもこんにちは、大場です。大場ランチャンネルへようこそ。ちょっと3キロぐらい走って、今日はこのココヘッドディストリクトパークというところに来て、もちろんココヘッドディストリクトパークにはココヘッドというね、山が立ちはだかってるわけなんですけれども、もうちょっと行ったらココヘッドが見えます。今日はココヘッドを登ってやろうと思います。さあ見えてきました。だいたい標高が368メートルということで、そんなに高くない山なんですけれども、なんといっても名物であるこのココヘッドクレーターのど真ん中を走る一直線の上り、だいたい1000段以上ある、階段なんですけれども、一気に頂上まで行きます。だいたい普通に歩くとまあ40分45分ぐらいするんでしょうけれども、中には走ったりとかトレーニングで使う猛者もいて、僕もたまにトレーニングで行くんですけれども、だいたい8分の1ぐらいで走ることを諦めます。そっからはもう本当にパワーウォークという形で、非常に厳しいトレーニングになるんですけれども、そこを今日は頑張ってタイムトライアルしてみたいと思います。僕の最高記録は15分ぐらいですね。なので最近コンディションがあんまり、まあそこまでトレーニングもがっちりやってるわけではないので、どれぐらいでいけるか分かりませんけれども、ちょっと頑張って行ってみたいと思います。さてもう少し行ったらココヘッドのトレイルの入り口に着くわけなんですけれども、今日は実は東のハワイ諸島の東から、今年太平洋で一番に発生したハリケーンダグラスというね、大型のハリケーンが今ハワイを直撃しようというところで、明日の夜にどうやらオアフ島のに向かって、まあ直撃するんではないかっていうふうに言われていて、今はちょっと風向きが変な感じで生ぬるい風が吹いていて、風はそこまで強くないですし、まだ天気もねこう晴れてたりして、そこまでハリケーンが来るというような雰囲気ではないんですけれども、今日はなのでハリケーンダグラスが来る前日にココヘッドを登ってみたいと思います。上からどういう景色が見えるのか皆さんにお届けしていきたいなと思います。ここ行けばもう入り口です。ここは第二次世界大戦中のこの山の上から敵を展望する建物が山の上にあって、そこへ運び込む物資を調達するためにトロッコを使って上まで行っていたようなんですけれども、そのトロッコの線路の跡が今まだ残っているので、そこをトレイルとして使っているということなんですね。一応ホノルル市も管理している、まあ、安全なトレイルではあるんですけれども、見てください、この一直線の階段、1000段以上ある階段です。ここを今からなるべく頑張って行きます。どうですか、見るだけでちょっと吐き気がします。それじゃあ行ってきます。行きましょう。距離にしてだいたい1マイル1600メートル、階段は1000段以上、途中まで数えたことがあるんですけれども、途中で諦めました。それどころじゃない、きつさです。最初はこんな風に
余裕向こうで走れるんですけど、もうだいたい6分の1ぐらいで VO2 マックス、最大酸素摂取量キャパ超えてきます。Thank you. おかしい。こんなきつかったっけ。まだ半分もいてん。ここからきつくなる。ここが名物の下がないところ。ここが怖い人は迂回もできるので大丈夫です。ここから壁です。止まらないんですけど、ダメだ、きつすぎる。すごいでしょ。もう少し。よし、来た。マックス、心臓、心拍数、190超えたな、これ。もうちょっといけるかと思ったけど、全然ダメだった。もう8分の1から走ってた、歩いてた。時間は
15分4秒。まあ、頑張りましたね。ってことはトレーニングして、もっとコンディション作ったら、15分切れて、14分13秒台、13分台、いけるかもしれない。これからちょっと頑張ります。この上に、めちゃくちゃ綺麗な景色があるので、そこまでワープしていきましょう。ワープしないか。疲れちゃった。みんなヘロヘロ。もう足ガクガク。15分4秒。まあまあか。もうちょっといけたな。全然ハリケーンの影響はなく、風も穏やかで涼しいですね。風がちょっとある感じで、気温自体は多分湿気があってちょっと生ぬるい感じがするんですが、ここを登ると素晴らしい景色が褒美だね。花馬部、この前見たあの坂道、花馬部リーチトレイルが見えますね。花馬部です。やっぱり東の方は曇ってます。向こうからダグラスがやってくるんですね。どうですか、海の方から雨が迫ってるのが分かる。この向こうはサンディービーチ、そして一番向こうに見える丘がマーカンプです。この前走りました。そしてダイヤモンドヘッド、ワイキキ一望できるこのビュー。明日ハリケーンが来ます。明日は登りに来ないようにしてください。久しぶりに一人でココヘッド登ったら心が折れますね。いつも大体誰かと競争するんですけど、意地そんな感じでココヘッド第1発目お届けしました。この頂点の景色はどうでしょうか。めちゃめちゃ気持ちいいです。風も冷たいし、汗がスッと引いて、さっき爆発した心臓も治りかけてます。これから降りるのはもう半分の時間で行けるので、降りるのもちょっとワープで撮ってみたいと思います。まあ、気をつけながらスッと降りれるので、この先、下りも見てみてください。それではココヘッド山頂からお届けしました。また次回。Thank you.